申し訳ありませんが、招待状をお持ちでないお客様はご入場いただけないことになっておりまして。招待状？何それ、そんなの全然聞いてないんだけど。だよね。え？おわわわ、いてててて、て、ああ、そう、その通り。すみません、高野祭にご参加いただけるのは招待状を受け取られた妖怪様のみということになっておりまして。私たちは別に高野祭に参加したいわけじゃないから。ただ お友達を探しに行きたいだけだもん。そう、その通り。困りましたね、招待状をお持ちでないとなると。やはりあなた方をお通しすることはできません。そんな、せっかくバケダヌキさんから依頼を取り付けたのに。っていうか、運べと頼まれたものが重すぎるってんだ。次からはそういうのは勘弁。あた黙って、配達するだけでお祭りで遊ぶお金がもらえるんだよ。そしたら大きなあれを買うんだ。あの甘くて柔らかい、なんて言ったっけ。そう、お団子。まずいよ、急がないとモーバちゃんに負けちゃう。ん？今日も勝負してたのか。そんなの聞いていねえぞ。なんだか大変そうですね。とはいうものの、招待状がなければやはりお通しすることはできませんので。招待状も持ってねえくせにまだごねてるやつがいんのか。たく、今時の妖怪には誇りってもんがねえな。だけど一太郎兄貴も言ってたよな、招待状がないならこっそり忍び込むまでだってさ。な、俺がいつそんなこと言ったんだ。さあ二太郎、おめえ聖霊に俺たちの招待状を見せてやれ。ああ、ここにあるぞ。招待状、はい、確かに。見ろ、これが堂々たる男のやり方ってもんだ。行くぞ三太郎。分かってるって。おい二太郎兄貴、サポートするな、倒れちまうだろ。お待ちください。一つ確認させていただきますと、皆様がお持ちの招待状は一通のみということですね。ああ、そうだ。それでしたら、中にお入りいただけるのはお一人様のみということになります。そんなバカな。我が家の家訓にはこうある、兄弟が合体すれば一心同体だってな。そうだ、俺たちは一心同体なんだ。誰にも引き離すことはできない。そのような説明ではご主人様が納得なさらないかと。あ、そろそろ出し物が始まります。入場される方を早く決めていただかないと。ああ、こうなると思った。兄弟合体といってもただの肩車だしな。2人しか入れないってことならいつも一番下で苦労してる俺で決まりだ。かなたばけ者が。我が家の家訓によるとだな、中に入るべきはお前たち一族の栄光を一身に背負ってる俺だろうが。言っておくが、そもそも賢い俺の導きがなけりゃこの招待状すら手に入らなかったんだぞ。だからどう考えても入るのは俺だっつーの。いいや、俺だ。俺で決まってる。入れないなら一番下なんてやってられるか。兄貴たちがやってくれよな。倒れる。おいおいおい、三太郎、しっかり支えろ。
とダメだよ。いっそ私と勝負しない？勝負？例えばそうだ、3人順番に私と100分カルタで勝負するとか。最初に勝った人が招待状をもらうの。どう？なかなかいいでしょう。なるほど、確かに公明正定で人格者にふさわしい方法だ。乗った。おい兄貴、ちょっと待てよ。もし負けたらやらねえからもう弱音を吐いてんのか。おめえ救いようのねえアホだな。最初に勝つのが条件だな。なら俺がやってやるよ。山ウサギ叩きだ。山ウサギ、どっかで聞いたような名前だが、始めるよ。男はな、しっかりと身近な人を守らねばならぬ。鎧で身を固めるぞ。私の心、熱いでしょ。鎧で身を固めるぞ。そんなバカな、どう見てもとってことない山ウサギなのに。勝負となると私はそう簡単に負けたりしないんだからね、カエルさん。その通りって、おい引っ張るなって。じゃあ次は誰かな。山ウサギ、山ウサギ、あ、思い出した。山ウサギといえば毎晩平安京で。違うよ、そんなことしてないもん。今平安京で勝負なんかしたら誰かさんに退治されちゃうよ。どの道100分カルタで勝つなんて俺には無理だ。似たろよ、しかしこれ夢ってもんはねえのか。兄弟揃って大物になろうって約束したじゃないか。それはそうだけど、だったら仮面を怪我すようなことすんな。相手は酒呑童子でもあるめえし、そんなにビビることか。いや、ビビるさ、そういう意味じゃなくて。待て
タモタしてたら高野菜が始まっちゃうよ。ほら、次に勝負するのは誰？見たろ、何としても我が一族の栄光を守ってくれよ。はあ、しょうがないな。風が満開の知らせを運んできたで。やっ。ん？男はな、しっかりと身近な人を守らねばならぬ。心に一切迷いはない。近づかせん。すべてわしが守ってみせる。おお、拙者の防御がまさか。治療はうちに任せなはれ。人は炎を求めながらもその熱さに怯えます。やけどに気をつけてください。加減はせんぞ。すべてわしが守ってみせる。主様を守り抜くでござる。炎の中に命の意味を探すのです。灰になって散りなさい。だから言っただろう、こいつに勝てるわけがないって。どうやらかまいたち一族の栄光はこの石太郎が守るしかなさそうだな。弟たちよ、おめえらの犠牲は決して無意味ではねえぞ。すでに勝利への道筋が見えている。なんだよ、結局自分が高野山へ行きたいだけじゃないか。はっ、山うさぎめ、おめえの相手はこの俺だ。かまいたち一太郎、ここにいいよ。
一太郎兄貴は最近脳にハマってるのかな。務めを果たす。人は炎を求めながらもその熱さに怯えます。心に一切迷いはない。治療はうちに任せなはれ。香りで癒されません？手加減はせんぞ。ハナは繊細なんやから大事にしてな。すべてわしが守ってみせる。炎の中で命の意味を探すのです。真剣だ。灰になって散りなさい。この三剣があんたの生死を握っている。カマイたち一太郎がかも簡単に負けるはずがねえ。
勝利への道筋ははっきりと見えてたんだ。言っただろ、勝てっこないってさ。つまり俺たち全員負けたってこと？だな。じゃあ誰が高野山へ行くんだ？もちろん私だよ。なんでそうなるんだ、招待状は俺が。何？さっき言ったよね、勝った人が招待状をもらうって。で、私が勝ったでしょ、しかも3回。だから高野山へ行くのも必然的に私ってことだよ。何か間違ってるかな。あ、いや、筋は取ってるようだが。一太郎兄貴、こいつ最初から俺たちを騙すつもりだったんだ。いや、俺がもっと強けりゃ。どうせ俺は負けたんだ、高野菜なんてもうどうでもいいよ。認めねえぞ。落ち着くんだ、俺たちは将来大物になるべき妖怪なんだぞ。高野菜ごときでこんな過去にあった文言をよく思い出してみろ。もういいって、招待状を拾ったことはなかったことにしよう。かまいたち一太郎さんっていい人、もっと苦労すると思ったのに簡単に手に入っちゃった。今度会ったら美味しいものでもおごってあげようっと。ねえねえ、これで私も高野菜に行けるってことよね。なんていうか驚くべき展開でしたね。はい、それではどうぞお入りください。やったー。早く早く行くよ、始まっちゃう、早く。わかったって だから頭の草を引っ張るんじゃない。あれ、ちょっと待って、あの方たちも二人とみなすべきですよね。しましょう。では次の方、お客様のお名前は。招待状、はい、確かに。お入りください、すぐに始まりますので。